ローブラザー白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したいのはレザーの動画ではなくて、皆さんがガチャを引いた時に出る星3の武器で残しておいてほしいっていうのと、まあ一つの活用法、裏技みたいなのを、紹介したいと思います。でまず武器なんですけども、皆さんガチャ引いた時に星3の武器が落ちたりすると思うんですよね、いくつか。でその中で落とした武器とかを、まあ武器のこの強くする素材、まあ、強化素材に使ってしまってるんじゃないかなっていうところです。そうしない方がいいものをお伝えしたいと思っています。まず一つ目がですね、水力宝珠っていうもの。こちらが、まあ、元素熟知が上がって基礎力も結構高めで、拡散反応を起こした後攻撃力は 40% 上がるっていう結構強いものになります。これは、まあ、普通に、まあ、これを本体として使って拡散ができるキャラなので、元素熟知高いと結構伸びる、そのスクロースであったりとかを、もうこういうキャラ、このものを使うとかなり強くなります。あと、ウェンティとかでもまあいいんじゃないかなと。まあね、武器星4、星5あんまり持ってないなってことであれば、ここら辺で代用するのも結構ありなんじゃないかなっていうお話です。はい、で次が弾球ですね。こちら結構強いと僕は思います。会心率を使っていく、まあ、物理で、まあ、物理であったり攻撃をガンガン与えていく弓キャラ、例えばフィッシェルとかですね。フィッシェルであればこの弾球を使ってもありだと思います。星4のキャラに星3の武器で結構伸びます。まず会心率はまあそれなりに上がる設定で、基礎攻撃力もまあそこそこ40基礎なんであります。でこちらが精錬ランク5になると、まあ、近距離射撃、狙い撃ちと普通の通常攻撃の近距離射撃に関して言えば 0.3 秒以内なんで、まあ、まあ近距離なんですけど、まあ、ちょっと距離はあるかな、うん、だから通常攻撃の間合いとかだったら全然、0.3 秒とかで弓通るんで、それがダメージ 60% アップなんですよね。これってもう破格の数字です。はい、まあ、命中しなかったら、まあ、マイナス 10% になっちゃうんですけども、それでもマイナス 10% に対して、まあ、プラス 60% の、まあ、メリット、リスクと、まあ、バランスでいったらかなり高いと思います。まあ、近距離、それの間合いを自分でね、測れば、結構近距離といっても距離あるんで、まあ、使いやすいと思います。はい、で、残り、他のものになるんですけども、まあ、結構有名なのが、この陸突攻めってやつですね。まあ、元素スキル発動した後に、まあ、範囲攻撃がこう当たると3秒ごとに1回なんで、結構強いんじゃないかなっていうところで、まあ、陸突攻めも一応入れておきます。でこちら飛天を、大囲碁の剣っていうんですね。これが、まあ、僕のレザーのビルドの時でも使えるってちょっとお伝えしたんですけども、物理ダメージバフが伸びる、まあ、武器としてはかなり珍しいので、まあ、強いと。でまあ、大体ここら辺が一通り使えるんじゃないかなってものなんですけども、一番使えると思うのがこちらの竜殺しの英傑丹ですね。まあ、これ僕なんか2つあるんですよね、精錬落語のやつが。なぜかというと、まあ、これ2キャラにつけても面白いっていう設定なんで、ちょっとお伝えしたいなと思います。まあ、これはメインキャラに載せるものではないんですね、うん、でこのキャラを使ってる時に別のキャラに変えます。そうすると、まあ、精錬ランクによりきりなんですけども、キャラの攻撃力が 48% ね、10秒間上がるってもので、リキャストクールタイムが20秒。なので、10秒間使って10秒間遊びがあるというようなものになります。なので、感覚で言えば、例えば、飯食ったりする人いるじゃないですか。攻撃力がこう300アップしたりとか、そういうぐらいの、まあ、火力、攻撃力ぶりの人からすると、48% アップで、まあ、それぐらいの効果があるものなんですよね。まあ、それが常時かかっている状態で、飯を食えばまたさらにそれが上がるっていう数字のものになりますね。でこれなんで2つ使うのか、これがちょっと面白いんですけども、まあ、僕の構成ですね。僕のチーム構成がレザー、モナー、スクロース、バーバラなんですね。でモナとスクロールの相性っていいじゃないですか。でレザーの電撃スクロース、まあ、それと、まあ、メインで使ってるこのレザー君、僕の使ってる物理レザーの、まあ、爆発力で飯食った時と同じような威力が出るっていうところで、まあ、今回の
竜殺しのエケスタンを採用してるんですけども、まあ、これ常時発動したいなっていうのが僕の中でありました。で例えばこう一発殴ります、会心初段が4900番ですね。会心初段が4900、それに対してまずは変えます、戻します、矢印ついてますよねこの赤い。で会心初段が5000、まあ1000ぐらいアップすると、1000近く800とかね。でこれ4900800ぐらいだな、うん、でこれがあのもう効果が切れちゃったんですけども、これを常時出したいっていう感じなんですね。例えば次バーバラ出します、戻す、矢印ついてます、当たってますね。でこの矢印が切れた瞬間に同じバーバラを使って戻したらダメなんですね。でスクロースの方だったらクールタイムが溜まってます。で矢印消えました、スクロースにしてデザイン戻す、そしたらまたこう矢印がついて攻撃力が、初段で5700になっているという形になります。なので飯を食ったような効果が、まあ、ずっと続くようなやつで、それだと2キャラ死んでんじゃねえのって思うかもしれないですけど、サポートで入れてるスクロース元素熟知とかで拡散を起こします、拡散を起こします、でレザー戻します、で攻撃電撃入れて拡散入ります、で攻撃力なくなりました、バーバラに戻します、こうやります、水付与します、でレザーに戻します、電撃入れて元素反応起こしていきますみたいな組み合わせになるんですよ。でバーバラに戻すことに、バーバラは回復のリキャストが溜まる頃にスクロース1回挟んでるんで戻る、でスクロース、これもスキルも戻ってます、でレザーで叩いてからスクロースに戻す、で拡散がなってる、で10秒経ってます、でこういうムーブをしていきます、で10秒間切れました、バーバラに戻す、次はもうこれが使えるようになってる、で水をつけながら突っ込んで水つけながら電撃入れていきます。でこういう相性のいい組み合わせがスクロース、バーバラ、レザーっていうのでできる。でスクロースに変えて拡散入れたい、拡散入れたい、であのまあモナですね、モナに変えますみたいな。でモナの威力ももちろん上がってますよね、まあ、今スクロースのリキャストあれだったんですけど、でまあ普通にモナとの相性もいいと、威力は10秒間上がる。でこういうような運用方法があるんで、僕は竜殺しの英傑さん2つ持ちでサポーターとなり得るバーバラとかスクロース、だメインキャラを、例えばガチのメイン DPS キャラですね、通常冒険に使うレザーで、超高火力で、まあ、戦うモナ、この2人に対して、スクロースで拡散を入れていったり、でキャラを変えて竜殺しで攻撃力をさらに上げていく、でバーバラに戻って回復をして上げていくみたいな、まあ、構成とかで全体の火力をねの底上げをするような、まあ、パーティー構成もこちらの竜殺しの英傑譚2つ持ちであればできるので面白いんじゃないかなっていう提案でした。はい、で皆さんどうでしたか、この今回の、まあ、メイン DPS 出すキャラ1人と効果力の1人いて、まあ、こういう構成なんですけども、まあ、なかなか面白いんじゃないかなということで提案させていただきました。まあ、レザーの動画とかまた出していくんですけども、またその時にまあぜひ見ていただければと思います。はい、よければチャンネル登録と高評価の方していただければ、また次回、ライブとかでご挨拶できると思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。